ヨハンダビッド・シューベルトによる、レノーレと恋人ビリアムの気候交響曲第5番補聴調、レノーレ作品177は、ヨアヒムラフが1872年に作曲した、交響曲。演奏時間は、約50分。ゴットフリート・アウグスト・ビュルガーの30年戦争を、題材にしたバラード、レノーレに基づいて作曲された。 作曲は1870年から1872年にかけて行われ、1872年12月13日に、ゾンダースハウゼンで指摘に演奏された後、1873年10月29日に、ベンヤミン・ビルゼの式で、ベルリンのコンチェルトハウスで公開初演された。初演は、成功を収め、ドイツ各地で、また国外でも繰り返し演奏されるようになり、 現在においてもラフの代表作の一つとされている。エベニザー・プラウトは、イギリス初演について、作品の巻き起こしたセンセーションを、同席した人々が忘れることはないだろうと述べている。フルートに、ピッコロ、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットに、トロンボーンさん、ティンパに、小太鼓、トライアングル、言語部全3楽章からなるが、 第一部が二つの部分にはっきり分かれるため、実質は伝統的な音楽章構成をとる。この作品の表題について、ラフは次のように説明している。二人の恋人の幸福は、しかし戦争によって引き裂かれる。男が仲間と共に戦場に向かわねばならない時が来て、レノーレは一人残される。孤独の中、狂事の予感が彼女を捉える。彼女は熱に浮かされ、 幻影は彼女を死へと導く。第一部愛の幸福。第二部別離第三部死しての再会。ありがとうございます。